皆さんこんにちは、ナンシです。ということで本日はですね、10秒足、はい、を説明していきたいと思います。もうボロボロです、ナンシ。あのですね、10秒足前回説明した時はなかなかいけるかなみたいな感じで、あのナンシも気に入ってたんですけども、なんとそうそう、ちょっとスピーディーでちょっと早すぎる、こう足を実際に10秒足、5本前までの足を数えてですね、で取引、シンプルクロス手法を使ってこう取引してたんですけども、なんかいまいちちょっとスピーディーすぎて、ちょっとあの慣れるのに大変だっていう声が多かったので、そしたらどうしたらいいんだろうと思って、ちょっと検証がてらにですね、昨日ニコ生放送で、はい、10秒足全く一緒の手法でやってみたんですけども、なんとあの途中までは調子よくてもうボロボロになって、撃沈したっていう、はい、難しなんですけども、今日まだ入金してないんですよ。で、ちょっと落ち着いて、ちょっとあの手法固まってから、はい、ちょっと実際にしようと思うんですけども、なかなかいい調子に、先ほどデモ講座でちょっと取引してみたんですけども、あ、これだったらいけるって思って、すごい勝率高かったのに、急に相場が動き始めて、20時ちょうどになった瞬間にボンってこう跳ね上がってですね、すごい長いヒゲができて、長い足、あのローソク足ができた時に、あ、こういう時に負けるんだよねみたいな感じで、ちょっと一人でボソッとあの喋ってたんですけども、でもレンジ相場の中であればこの手法なかなか使えるんじゃないかなって逆に思ったんで、とりあえず今日はそれをちょっともうちょっとやりやすい方法をちょっと説明したいと思います。しかしですね、昨日撃沈した時にもうすごいもう頭の中パニック、こんなもういろんなことを考えてですね、はっはーみたいな感じになって、あの取引はうまくいかなかったのに、なんたってあの複雑なことを考えるんじゃなくって、やっぱりシンプルなんか一番なんかなって思うんですけどね。はい、そう、複雑に考えすぎちゃダメなんだよ。でも複雑に考えたくなるっていう、うん、だんだんね、知るもの、知識がこう追加ってされていたら、なかなかこう考えることがやめれないんだよね。それはすごいわかる、うん、まあとりあえずですね、はい、ちょっと説明していきたいと思います。はい、ということでちょっと皆さんからの、はい、チャット見ていきたいと思います。よしさん、なし、こんばんは。ポチッとなしたい、ありがとうございます。昨日めちゃくちゃ負けちゃった、私もそうです。頑張りましょう。10秒は難しい、勉強し直し楽しみにしています。そうですね、ちょっと今日はもうちょっとシンプルに、はい、ライン手法を入れながらシンプルクロスしようって、結局複雑になってる。マークさん、はい、ナンシーちゃん、今日もよろしくです。ポチッとしました。お金溶かしちゃったのかい。資金管理、マニマネマネジメントが重要だね。もうその前にメンタルですね、完全にメンタルやられました。やっぱりシンプルが一番なんかなって思いましたね。あ、ポンドのなんか使用発表があったんだ今。あ、すごい相場上がってるね。うわ、すごい相場上がってるよ、みんな。見てる？すごい相場上がってる、今。ポンドがなんと146。もう高値更新してますね、今。完全に。落ちてきてたのに。すごいことになってるよ。大丈夫？はい。すごいすごい、上がってる上がってる。はい、ということで。うん。カツさん、なし、こんばんは。僕も今日ボロ負けしました。マジですか。今日も勉強させていただきます。もう私も一緒ですよ、さっきデモ講座やってたけど。チューさん、チーズケーキうまそう。うんうん、残しといてくださいね。もう食べました、お腹の中です。なしさん、あれないぞ。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちびあんさん、こんばんは。昨日は触れずにいよう。え、離れずにいよう。え、どういうことだ。10秒は やはり難しいですね。また何がある気になるので、何があるか気になるので、今日も勉強させていただきます。今日もよろしくです。はい、よろしくです。今日も、はい。ふーさん、こんばんは。5分遅刻しました。大丈夫ですよ。今からなんで。はい。ではでは、説明していきたいと思います。まずは、前回ちょっと今ね、すごい相場が荒れてるから、ちょっと変えた方がいいかな、手法。まあいいや、とりあえず見ていきましょう。今の相場状況。とりあえずですね、今回使うのは、もちろん EMA、以前説明したら EMA の、はい、説明ですね。9日設定、短期、はい、を使っていきます。で、これは1分足でしか見ていかないです。クロス手法っていうのは。はい、1分足で、EMA、はい、を選択して、で、次は SMA、
はい、も選択します。で、これは13日設定で。はい、で、これは1分足で見ていきます。今度、10秒足っていうのは、10秒足は、基本的には水平線を利用して購入ポイントを抑えてですね、購入していくんですけども、1分足でも、EMA 以外にも、ちょっと水平線を、はい、引く形で、はい、でここをブレイクしたらちょっと様子を見るっていう高値と安値は必ず引いておきます。で次に一応レンジ相場というよりちょっとここでは安値がこう更新されていってだんだん上げられていっているのでアップトレンドっていうことできれば廃購入していこうっていう形でトレンドラインも引いてます。はい、でその次に、まあ、10秒足に切り替えた時にその線ここがポイントになるよっていう線が勝手に見えるようになります。はい。しかし、一応、ここ、そう、ポイントだな、みたいな感じのラインがそれ以外にあれば、ちょっと引いていくっていうのも一つの、はい、方法ですね。で、基本的には10秒足って結局動きが早いので、もっと素早く相場がどうなってるかっていうのが分かるためにあると思うんですね。短い足っていうのは。なので、あれ？ちょっと下がってきたなって思ったら、例えば廃購入を狙うんであれば下がりきるところまで 待とうっていう形で、はい、10秒足でも水平線を引きたいっていうところは引いてですね、で大体相場の流れを把握するために水平線をちょっと増やしてですね、で購入を続けるっていう、はい、こんな形でちょっと利用してみます。で、でも避けるポイントっていうところも何しにもちょっと気づいたんですけども、例えば、さっきであれば1分足を見てたんですね、ナンシー。で、ずっと1分足が、まあ、デッドクロスした後だったんで、ロー購入をずっと続けてたんですよ、10秒足で。ロー、ロー、ローってやっていって、で、なかなかいい勝率だったんですけども、途中で、あれ？ちょっとなんか、勝率悪くなってきたぞ、みたいな感じで気づいたときは、こうやって、ゴールデンクロスに切り替わりそうになってたんですよね。1分足で。だから、こういう時っていうのは、すごい避けたい時ですね。避けるか、あ、そろそろゴールデンクロスするから廃購入のチャンスが来るんかなって切り替える必要があるんですね。もうノーローであったのに切り替えって大変ですよね、それをハイにするの。だから1分足をしっかり見ながらですねやっていかなくちゃダメなんで、そこはちょっとポイントになります。はい、では実際にちょっと取引をしてみたいと思います。今日はデモ講座です、ごめんなさい。ちょっとなんしね、ちょっと自信がつくまで、ちょっとデモ講座でやってみます。はい。ではでは。で、一本足今見ると、ちょうどデッドクロスしそうですよね。デッドクロスしそうです。で、一応、そう、長期線も、長期線も短期線にも、ちょっとナンシーは水平線を引いていきます。ここタッチしたら結構ポイントだよみたいな感じで。で、10秒足、デッドクロスしそうですね。できればロー購入をしていきます。お、ちょうどタッチしたっぽいんで。はい。でも今見ると10秒足ではゴールデンクロス仕掛けてますよね。うん。仕掛けてるよね。だから一旦上がる可能性もあるなっていうことで、ちょっと短期的な、はい、予想がつくので、その場合は10秒足でも水平線をちょこっと引いて、でこれ水平線テントレーダー実は色とか太さとか変えれるんですよ。だから1分足でちょっとそれを変えて、1分足ではちょっと太めの線にしたりとか、10秒足ではちょっと薄い線にしたりとか調整をしながらできると思います。うわ、ちょっと待って、上がったらまたローコンにしてきます。そうそう、だから10秒足ではちょっとゴールデンクロスしてるからちょっと上がる可能性もあるよねって理解した上でですね、はい、ここにもロー入れます。で、1分足も必ず見ながら、うわ、次の高値は110.529。そこまで我慢できるかな。でも、ここが一応、そう、で、さっきのね、見て見て、履歴。
なかなか良かったんだよ、調子途中まで。あ、そんなことないかな。ちょっと適当にやって、こっからね、すごい調子悪くなったんだよね。ボーンって上がり出してから。なんか使用発表の前。そっか、でも廃購入があれなんだ。ちょっと待って。あ、ゴールデンクロスしてる？ゴールデンクロスしてるわ。切り替えよ。ゴールデンクロスしてる。下がれば買いに行きましょう。下がれば買い。もうこっから入れないよね。下がれば買い。下がれば買い。もう無理。我慢できないわ。下がれば買い。下がれば買い。切り替えよう。切り替えることが大事。切り替え。何？買ったら下がる。何それ。際どいね。すごい際どいね、これ。下がれば買い。次下がってくるまでちょっと待ちます。いや、デッドクロスしそうなんで、でも廃購入を目指すんだよね。だから下がってくるまでちょっと待ちましょうか。デッドクロス10秒ではデッドクロスしてる。1分ではなんかゴールデン、なんかよくわかんないね、1分でも。いや、でもデッドクロスしてる状態なんだけど、重なってるからね、わからない。だからすごい微妙なとこ。てか、ドル円する必要ないじゃん。ちょっと他のやろうか。OK、ゴールデンクロスした状態だね。で、10秒足。OK、ゴールデンクロスした状態。OK。で、今の高値っていうのはここ。で、トレンドラインとしてはちょっとだましもあるから、トレンドラインとしてはこんな感じで10秒足に切り替える。で、今デッドクロスしてるから下がる可能性ある。しかし水平線を10秒足で引く。10秒足を水平線に、で、気温は買いでいきます。あー、反応しない。なんだこれ、違うとこ反応する。はい、はい、購入しました。水平線で、で、下がれば次の水平線で買い込みします。あ、でもデッドクロスしそうだね。当分下がるんかな。次の水平線まで頑張りましょう。もうちょっと落ちるかな。お、上がってきたんで。あー、遅かった、ちょっと。購入時がちょっと遅かったぞ。げ、下がった。てか、ちょっと待って、3分に切り替えを動いてるとき。はい、購入しました。1個目の水平線。次、下に落ちてきたらまた購入します。
方向的にはハイだと思ってるんで。あ、でも下がってきてます。デッドクロスするのか。嘘でしょ。きわどいね、これ。きわどい、負ける。もうダメだね、これ、ほんとに。動きが。やればやるほど負けるよ。3分トリッキーはどうなる？でも抜けてきてるね、完全に。転換か。あ、でもなんか移動平均でサポートされてそうな。あ、でも抜けたね、抜けたね。よし、切り替えよう。そしたらローに切り替えよう。ローに切り替えよう。上がった売り。本当に大丈夫？そしたら切り替えて、もうそんなんだったら順張りだから、はい、ローに切り替えます。で、上がったら売り、上がった売り、上がった売り。てか本当に何しゅうきさんが最近調子悪いね。マジで切り返しが難しいよね。でもこれで見ると、あ、そっか、そうだよね。10秒に素直についていけばいいんじゃない。今ローソク足が移動平均の下にあるときはとりあえずロー購入、移動平均にタッチしたらロー購入。そう、それでいいんじゃない。普通にこれで見たら。よし、それでいこう。で、移動平均は抜けたちょっと様子見みたいな。だから今ダウントレンドになってるんで、でも一本足ではどうなの？おお、ちょうどクロス、デッドクロス、そう、オッケーオッケー。そしたらロー購入でいきましょう、次は。もうずーっと。ひたすら。とりあえず、上がればローですよ。上がればロー。上がればロー。今1分ちょうどクロスしそう。いいんじゃない？やっとく？もうちょっとやっとこうか。待てない。すごい今チャンスじゃない？ほらほらほら、もうデッドクロスしそう。だから上がればローですよ。上がればロー、移動平均タッチしたロー。音楽や。あ、これいいね。はい。あー、ロー入れるの忘れた。移動平均タッチしたロー。移動平均タッチしたロー。際どい。際どい、ダメか。か、あ、抜けたね。これ様子見だわ。ちょっと待って。10秒足ではなんかブレイクしてるよ、感じ。でも、大丈夫。上がったらロー。上がったらロー。上がったらロー。次の水平線まで上がったらロー。それを信じる。信じる力大事。ああ、マジかよ。シュワシュワ、マベベ、シュワシュワ。もう一個入れました、追加で。移動平均で追加ロー。デッドクロスしてます。1分では信じるしかない。なんかレンジっぽくなってる。嫌な予感。
嫌な予感、際どい、払い戻しか。よし、いけた。もうドキドキだな、これ。ほんとに。なんかひげが長いよね。はい、1分で見たらどうなってる？ 1 分で見たらちょうど短期線にタッチしてる。なるほど。じゃあやっぱここでロー入れましょうか。追加で。よし。移動平均まで、移動平均じゃ水平線まで来い。水平線まで来い。よし、来た。うわ、超えた。次の水平線まで来い。うわ、抜けた。もう無理だわ、これ。難しいね、本当に。この歌の倍じゃないで、もうちょっとなんか、あ、これでいこう。ちょっとやる気が出るかも。で、今はゴールデン、10秒足ではゴールデンクロスをしている。ちょっと移動平均を抜けてしまった。だから戻ってくるまで待たなくちゃダメなんだよね。下に。うわ。しかし、1分で見たら、今んとこは、一応まだデッドクロス中なんだよね。うわー、あと7秒。うわー、際どい、際どい、際どすぎる、際どい、際どい、払い戻し、やだ。あー、あー、お、いけた。いけたね。もう一回入れるわ、移動平均で、ロー。これより上がれば次の水平線まで我慢します。なんか難しいね、今日ね。で、1分を必ず見る。1分ではデッドクロスまだしているね。はい、抜けた。また戻るんじゃない？ちゃんと。10秒足でもデッドクロス。だから上がったらロー。お、ここの水平線抜けたらまたロー行こうかな。あ、よし、もう一丁ロー行きます。信じて。うわ、嘘でしょ。マジで。うわ、やばいね、これ。1分で見たら、いや、いける。信じる。信じる力。お、おー、水平線で入るの。見逃してしまった。あ、見過ごしてしまった。ちょっと水平線でもう一回入ろうか、ここの。はい、もう一回入りました。うわー、抜けた。もう無理だね、これ。ゴールデンクロスするのか。くねくね字はダメだね、くねくね字。ショー、マジかよ。うわ、次の水平線まで行ってた。はやーじゃないよ、ほんとに。残高がなくなっていくよ。難しいね。わかった。そしたら1分に1回切り替えてみよう。1分足。1分足だったらうまいこといくのか。ゴールデンクロス仕掛け。そしたら、順張りで1回、はい、してみる。順張りで、はい。1分足でうまくいくのか。1分取引。さて、どうなる？本当に今日難しいわ。もうボロボロ。ゴールデンクロス瞬間。
ゴールデンクロス瞬間。あと10秒でゴールデンクロス瞬間来ますよ、これ多分。もう一丁行ってしまう。クロスしたね。1分でもダメだよ、全然。分かった、そしたらテクニカル入れてみよう。もうだんだんいろいろ追加していくってやつ。これやばいね、本当に。1分でもダメだ。ちょっと CCI 入れてみようか。いろいろ足されてしまう。分かった、そしたらもう EMA とか SMA ちょっとやめる。ちょっとやめてみよう。いろいろ試してみよう。とりあえず今日はもうダメだわ、10秒足。今日そんな場合じゃない。いろいろ試してなんぼるし。はは、オッケー。今の相場で果たして勝つことができるのか。何で勝つことができるのか。で、ユーロカナディアン、ユーロ円、ユーロ円やだ、ユーロドル、ポンド円、なんかうまいこといきそうだね。あ、ダメ？ダメか。ダメ！上がらないで！今更上がらないで！払い戻しか。まだマシだな。うーわ。何やってもダメっていう日は何やってもダメか。ちょっと、マジか。ああ、3分になってるし、最悪。うわ、もう82になってるからやんな。法人円、法人ドル、お、え、いやいや、もう本当に今日はもう汗かきトレードだ。これ自分の構図じゃなくてよかったよ、本当に。ダメだわ、本当に。まあ、とりあえずこれは利益になったことにしよう。これは？これもいけそうだね。これは綺麗にいけそうだね。これは逆に、はい。いやー難しかった今日。かっちゃん、今日は相場かなり難しい気がする。別に急場とかないのに。うん、多分ね、使用発表とか今相場がすごい動いてるからじゃないですか、きっと。多分ね。おそらく。今頃、さ、ボリンジャーバンドでどう？ボリバンも CCI も多分一緒だと思うんですよね、きっと。多分一緒だと思う。一緒ですよ、きっと。うん。なんかちょっとでも調整に入ってそうだね、今ね。マークさん、でもだけどお金かなり逃げちゃったね。うん、だいぶね。かなりね。500ばっかりだし、500ばっかりだし、破滅の音が聞こえるような。
まあね、勢いがね、でもだからね、いいかなって思って。ちょっと調整に入ったっぽいね、今ね。はい。うん。とりあえず今日はやめよう。仕切り直した。多分相場動いてるよね、でもね。何があったんだろう。ポンドの発表？ポンドの発表によるものかな。でも日足で見たらちょうど今度結構なんか高値近いよね今の。あでも結構上がりそうだねこのままね。高値更新しそうだね。以前の高値ちょっと前のいつだこれ7月か7月の高値更新してるよねきっとね。あまだ更新してないか。まだ更新してないな。もうちょいだね、でも。はい。ということで、まあ、今日は以上にします。え、でも、やっぱりちょっとやる。ちょっとやっちゃう？いや、やっぱやめよう。ペイントなさそうだし。はい。ということで、以上です。今日はぐてんぐてんのお疲れ様でした。こんな日もあります。はい、ということで。じゃあ、みんな見てくれてありがとうね。ちょっと10秒足はね、ちょっと、厳しい。うん、はっきり言って。そんな感じかもしれない。ちょっと昼トレードに合うかもしれないけどね。まあ、ちょっと検証、もうちょっとしたいと思います。はい。ということで、以上です。ありがとうございました。じゃあみんな、またね。じゃあね。バイバーイ。